ムアラクモスクはイスラエルのアッコにあるモスクであるザアヒル・アルーマルモスクとしても知られるアッカーの統治者ザアヒル・アルーマルにより1758年に建設されたモスクは後にアッカーのジノバ人地区の入り口となった十字軍により建てられた建築の中庭に建てられた1746年までその建物はアッカーのユダヤ教徒により シナゴーグとして使われ、ラムハルシナゴーグと呼ばれていた。ザーヒルがこの建物をモスクに改装すると決めたとき、ユダヤ教徒たちはまだ建物を所有していたが、ザーヒルは、ユダヤ教徒たちにアッカーのユダヤ教徒地区にある、別の建物で保証することとした。シナゴーグ時代の名残として、世紀を収めるための壁画やヘブライ語の碑文がある。ありがとうございます。